豊中市豊島公園野球場は大阪府豊中市にある野球場。愛称豊中ローズ球場。同市が運営管理を担っている。1967年の会場後に老朽化が進んだため1996年に全面改築。この改築を機に豊中市の市花がバラであることにちなんで豊中ローズ球場という愛称が付けられた。会場以来、 高校野球や大学野球など、主にアマチュア野球の公式戦を開催。阪神甲子園球場から 14km ほどの距離に位置することから、同球場で全国高等学校野球選手権大会や選抜高等学校野球大会が開かれる。期間中には、近隣に宿泊する、出場校の選手が練習で使用している。 日本の高校球児の選抜チームが出場した 2015WBSCU-18 ワールドカップでは大阪市南高中央野球場舞島ベースボールスタジアムと併用しながら9月5日まで日本戦を除くグループリーグの試合の一部を開催したプロ野球については会場以来一軍公式戦の開催実績がないしかし二軍では 球場初のプロ野球公式戦として2013年6月22日にウエスタンリーグ公式戦のオリックスバファローズ対阪神タイガースを開催オリックス球団は豊中市や近隣自治体などの講演を受けながら2014年以降も毎年あたり球場で2軍の主催公式戦を続けている2012年にリーグ戦を開始したレイロックブルーズに所属が 年に数試合公式戦を実施している。施設を運営すると夜中市は2022年度から2年をかけて改修工事を始めることを発表した。観客席数を増やし、高校野球発祥の地を紹介するスペースを設置する予定である。ありがとうございます。